はい、こんにちは。連日韓国経済についてお伝えしておりますが、今日は韓国経済の輸出に依存してきた産業構造がですね、もはや成り立たなくなってきているのではないかというニュースについてお伝えします。そして、韓国の労働現場においてですね、止まらない労組のストが原因で韓国の労働の現場は今崩壊の危機に直面しているのではないか、つまりはですね、韓国経済は輸出依存という経済の枠組みと労働市場の崩壊という内部崩壊によりまして、韓国経済の構造自体がですね、内外から瓦解し始めているのではないかというニュースをお伝えします。まずはニュースを読んでまいります。ダイヤモンドオンラインの一部引用ですが、韓国電気産業の末路、日本を追う側から中国に追われる側へ転落か。韓国電気産業は追う側から追われる側に。近年の韓国経済にとって半導体や IT を中心とする電気産業界は景気牽引の原動力となってきた。1990年代以降、韓国の電気業界は様々な分野で我が国の電気業界を追いかけ追い越していった。特に半導体や IT 機器を中心にサムソン電子は韓国政府の支援と果断な意思決定を武器に価格競争を仕掛け輸出競争力を高めた。ところが最近、韓国電気業界の立場は追う側から追われる側に変わりつつある。中国や台湾企業が半導体分野などで生産能力を高め、猛烈な勢いで韓国企業を追いかけているからだ。それはかつての我が国の企業と韓国企業の関係を彷彿とさせるものだ。中国の IT 先端企業は共産党政権の産業補助金政策に支えられ、次世代のテクノロジー開発を急速に進めている。監視カメラシステムや 5G 通信機器など、中国企業のシェアは拡大基調だ。米国が中国製 IT デバイスなどの排除を重視するほど、中国はイノベーション発揮への取り組みを強化しようとしているようにさえ映る。こうした動きに対して韓国企業が同様に対応できるか見えない部分がある。中国台湾企業の台頭や中国の景気減速の影響もあり、ここへ来て韓国の輸出は大きく落ち込んでいる。それに対してムン・ジェイン大統領が企業寄りの政策を取るとも考えづらい。韓国の電気業界が対中税の攻勢をしのぎシェアを維持できるか、不確実性は着実に高まっている。韓国電気業界の競争力低下懸念。中長期的に韓国の電気業界は対中税のより激しい攻勢に直面することとなるだろう。それに加え、韓国企業は内外のリスクにも対応しなければならない。韓国電気業界の将来像はかなり不明瞭と言わざるを得ない。経済運営面に関して労働組合を支持基盤とするムン大統領が企業寄りの政策を進めるとは考えられない。11月にはサムスン電子において韓国労働組合総連盟に所属する労働組合が初めて結成された。経営陣が環境の変化に合わせて迅速に事業体制を整えることは難しくなっていくだろう。またムン大統領の反日姿勢も企業にとって無視できないリスクだ。我が国が韓国向け復活水素などの輸出手続きを厳格化したことはその良い例だろう。半導体材料の成分がわずかに違うと製品の性能は大きく左右されると言われる。韓国航空業界も厳しい状況を迎えている。日韓関係の悪化から韓国エアラインの利用客は減少し、全社が最終赤字に陥った。外部環境も悪化している。11月まで12ヶ月続けて韓国の輸出は前年同月実績を下回った。米中の貿易摩擦に伴うサプライチェーンの混乱や、中国経済の減速の影響は非常に大きい。中国企業が低価格・高性能の半導体の生産能力を強化すれば、韓国電気業界の収益力はさらに落ち込む恐れがある。先行きに関しても世界経済の不確定要素は増えつつある。米中の貿易摩擦には IT 先端分野での覇権国争いの側面がある。中国が産業補助金政策などを手放すとは考えられない。状況によっては米中の摩擦がさらに激化することもあるだろう。その中で中国はひたむきに IT 先端分野での競争力向上に努めるだろう。
中長期的に中国企業の競争力は高まり、台湾の IT 企業もそのダイナミズムを取り込もうとするだろう。我が国の技術力や資金を頼りに競争力を高めてきた韓国電気業界がこうした変化にどう対応できるかは予見が難しい。少なくともこれまでの発想でシェアを維持拡大することは難しくなりつつあると考えられる。で、つまりポイントはですね、韓国企業が中国や対海外向けに輸出していた、商品、物品をですね、中国が自国で生産できるようになったということですよね。韓国経済はですね、その輸出依存型でありまして、国内総生産 GDP の約 37% を輸出が占めます。そして最大の貿易相手国は中国です。中国が韓国の技術力を上回ってきた現在ですね、中国としては韓国から輸入する必要がなくなります。つまり韓国は従来型の経済運営が行き詰まっておりまして、経済構造の根本的変革を求められている事態です。この根本原因が12ヶ月連続の輸出のマイナスという結果につながっていると思われます。こうした状況下で韓国経済がすべきことは、経済の構造改革を断行し、半導体輸出以外で韓国にしかできない新たな産業を見つけ作り出していく以外に方法はありません。しかしですね、韓国経済はその経済の構造改革どころかまるで逆の方向に進んでいます。プレジデントオンラインですが、ムンジェイン政権は逆方向に進んでいる。輸出依存度の高い韓国経済は世界的な貿易量減少の影響もあり、かなり厳しい状況を迎えている。トランプ大統領の保護主義的な政策や中国経済の減速などを受けて、ここから先韓国が短期間で輸出を増やして景気持ち直しを目指すことは難しいだろう。韓国の金融財政政策にも限りがある。政策金利は過去最低の水準にある。利下げの余地、効果とも限定的だ。財政出動をさらに増やすと、韓国自身の信用力の低下、ソブリンリスクが高まることもあるだろう。ムン政権が経済の安定と持続的な成長を目指すにあたって、構造改革の重要性は高まっている。既得権益層に経済的な利権が集中してきた韓国にとって、経済格差を是正し、将来への希望を高めるためにも、改革案をまとめ実行する意義は大きいはずだ。ただ左派の政治家として存在を示してきたムンジェイン大統領が企業向けの規制緩和などを行い企業経営を支援するとは考えづらい。反対に同氏は労働組合などの支持を維持するために韓国経済の成長期待を下押しするような政策を進めてしまっているように見える。安全保障に関してもムン政権の政策は目指されるべきものとは異なる方向に向かっていると考えられる。この状況が続けば韓国では世論の分断が深刻化し、経済はさらなる低迷を迎える恐れがある。中略しまして、経済運営の行き詰まり懸念に加え韓国では格差問題も深刻だ。ムン政権は最低賃金の引き上げや高齢者の短期雇用の増加に取り組んだ。それは既得権益層には有利だ。一方、就業していない若年層を中心に雇用と所得の環境は厳しさは増しており、韓国の内需を冷え込ませる一因とみられる。韓国の小売企業の業績などを見ると個人消費を取り巻く環境の厳しさがうかがえる。韓国の百貨店やディスカウントストア運営企業の業績や株価は不安定に推移している。特にディスカウントストア業界では業績不振が鮮明な企業もある。価格帯の低い店舗での購入を控える人が増えるほど韓国の経済環境は厳しさを増していると考えられる。また韓国経済を見渡すと半導体に代わる付加価値創出の源泉が見当たらない。つまりですね、韓国経済の構造が従来の経済運営ではうまくいかなくなってしまった。もう立ち行かなくなってしまった状況なわけです。そして、韓国経済の構造変革、枠組みの変革っていうことを根本的に行わないといけない状況下において、まるでその変革改革が進まないわけです。で、その経済改革って言いますか、経済構造改革がまるでこのムンジェイン政権下で進まない、もしくは逆の方向に行ってしまっている状況下において、
今度はですね、韓国経済の中身といいますか、その労働の現場を揺るがすニュースが先週報道されました。ニュースウィークですが、サムスン電子で初の労働組合結成、韓国経済全体に影響する可能性も。韓国最大の企業であるサムスン電子で初めて労働組合が結成された。韓国では労働組合の影響力が強く、さらには現在はムンジェイン大統領の下、労働争議が勢いを増している。韓国経済の先行きは楽観できない。11月、韓国最大企業であるサムスン電子で韓国労働組合総連盟に所属する労働組合が正式に発足した。同社で労働組合のナショナルセンターに所属する労働組合が結成されたのは初めて。新規に結成された労働組合関係者はすでに権利を奪還すると意気込みを示している。今回の労働組合結成はサムスン電子だけではなく韓国経済全体に大きな意味を持つ可能性がある。強力な労働組合が発足すると経営者はその要請に耳を傾けなければならない。その分経営の自由度は削がれるだろう。サムスン電子の売上高が韓国全体の国内総生産 GDP の約 15% に達することを考えると、労働組合結成が韓国のマクロ経済の成長に与えるインパクトは軽視できない。企業が成長を目指すためには成長が期待される分野に人、物、金の経営資源を再配分しなければならない。サムスン電子は組織全体が自律的に業務拡大を目指す体制を整え成長を実現してきた。しかし労働組合が既得権益の強化を求め始めると組織の団結力は低下するだろう。サムスン電子内で労働組合の要求が激化すれば他の財閥大手企業などにも影響は及び、韓国経済にさらなる下押し圧力がかかる展開も考えられる。中略しまして、過去の保守派政権のサポートを取り付けつつ、サムスン電子は大規模かつ迅速に設備投資を行い、低価格の製品を生産し輸出することを通して成長を実現してきた。このビジネスモデルを推進するにあたって無労働組合経営は欠かせない要素だった。サムスン電子の成長は韓国経済の成長にも大きく貢献してきた。中略しまして、本格的に労働組合が結成されると経営陣はその要求を忖度せざるを得なくなる。サムスン電子がトップダウンで改革を進め成長戦略を立案執行することは難しくなるだろう。韓国では労働組合の影響力が極めて強いだけに、サムスン電子の経営風土は大きく変化していると見るべきだ。左派政治家のムンジェイン大統領の下、韓国の労働争議は勢いを増している。輸出の大幅な減少を受けて韓国企業全体の業績が悪化しているにもかかわらず、賃上げを求めてストライキの構えを示す労働組合は多い。加えて米中の通商摩擦などの影響や人工知能 AI の実用化などとともに世界経済の変化のスピードが加速化している。その中でサムスン電子の屋台骨である半導体事業は競争激化に直面している。同社は半導体に次ぐ成長事業を確立できていない。世界経済の不確定要素が増大しつつある中で、サムスン電子が労働組合の要請に対応しつつ迅速に事業環境の変化に対応する体制を整備し強化することは容易なことではないだろう。まあその韓国経済イコールサムスンと言われるほど、サムスンが韓国経済に与えるインパクトは絶大です。そのサムスンに労働組合が、しかもムンジェイン政権下で発足されたのは非常に注視すべきことと思います。そして韓国では労働組合のストが再び止まらない状況になっています。12月10日朝鮮日報はルノーサムスンの労働組合がまたストの準備に入ったと報じました。またヒュンダイ自動車でも動きがありました。ニュースを見てまいりますと、ヒュンダイ自動車工場内でスマホを見ながら作業、 Wi-Fi 提供中止されるや労働組合反発。ヒュンダイ自動車労働組合は10日、会社側を非難する声明を出し、土曜日の14日の特別勤務を拒否した上で、18日に会議を開き、今後の逃走計画を立てると表明した。逃走の理由は Wi-Fi だ。ヒュンダイ自動車では今月2日、監査チームが安全上の問題を理由に、作業時間内の Wi-Fi 遮断を通告し、9日から実施した。安全上の問題とは、多くの従業員が作業中にスマートフォンで動画を見るのに没頭し、生産性が低下し、事故リスクまで生じかねないとの判断によるものだ。ヒュンダイ自動車労働組合は、
2011年の労使合意によって設置された Wi-Fi は終日使用を前提としているとし、現状復旧を要求している。急いで作業しては休憩、スマホでサッカーを見ていて車体がやってくると素早く作業し、またサッカーを見始めていた。最近ヒュンダイ自動車ウルサン工場を訪問した政界関係者は本市の取材に対し、10人いれば10人までが遊びながら働いていた、コンベヤーベルトの動きは本当に遅かったと話した。同関係者は作業台にスマホやタブレット端末を置いて映画や YouTube など様々な動画を見ていた。外部の人の前でもお構いなしの様子に驚いたとも語った、あと省略します。つまりですね、今の韓国の労働組合っていうのは、その本来の目的であるはずの労働者の権利の保護と労働環境を改善するという本筋から大きくずれたところでですね、抗議や反発あるいはストを行ってしまっているというのが実態であると思われます。で、それと合わさってムン・ジェイン政権による急激な最低賃金アップ政策、週52時間労働制導入、しかも財閥解体、こうしたことがですね、韓国の雇用を減少させ韓国経済を失速させています。加えて米韓関係悪化による安全保障リスクまで発生してしまって、外資が韓国から撤退を始めています。こうした状況下ではさらに経済的な格差拡大が起こります。ムン・ジェイン政権は、韓国のリスクをですね、結果的に増大させてしまったと言えると思います。ニューズウィークですが、当面韓国経済が自律的に回復する展開は期待できない、そのような見方から外国人投資家は韓国から資金を引き上げつつあるようだ。その兆候の一つとして11月以降、外国為替市場では米ドルに対して韓国ウォンが大きく売られた。株式市場では韓国の政治経済の先行きを懸念し、保有してきた株式を売却する投資家もいる。一部には景気減速に伴う労働争議の激化を警戒し、大手企業の株を売る投資家もいるようだ。韓国の企業業績が低迷するとの懸念は高まりやすい。その展開が現実のものとなれば、労働組合は既得権益の維持強化を目指し、労働争議は一段と勢いづく展開も考えられる。サムスン電子で本格的な労働争議が表面化すれば、従来以上に韓国全土で労働組合の要請が強まり、企業経営がさらに圧迫されることもあるだろう。それは景気をさらに低迷させる要因だ。労働争議が激化すれば、韓国から海外に生産拠点などを移す企業も増えるだろう。労働組合などの支持を取り付けてきたムン大統領が企業経営を重視した政策スタンスに転じる展開も想定しづらい。韓国から海外へ資本の流出は続くだろう。以上から労働組合の影響力が増大するに伴い、サムスン電子をはじめとする大手企業が改革を進めてさらなる成長を目指すことはこれまで以上に難しくなる恐れがある。それに伴い韓国経済の実力も低下に向かうだろう。先行きは楽観できない。韓国経済はですね、中国台湾企業の構成によってその輸出依存型経済が成り立たないという韓国の産業構造自体の根本的変革を求められている状況です。さらに労働の現場は労働組合のストなどで労働市場自体が機能しないというような状況が始まっています。韓国経済は今その産業構造が内外から崩れ始め、その経済運営を根本的に変革しなければならないという事態に見舞われています。ありがとうございました。